眠い、まぶしい。夜全然眠れなかったから。おい、ちゃんとついてこいよ。ここを抜けたら消えた二宮との交換…危ない。大丈夫？悪い、崖思ったより手前だった。ぽっかりないね、二宮。丸ごと消えてる。あ、向こう岸の崖、滝になってるところがある。ああ、あれ、もともとは川だ。村の東西に一本ずつ流れてんだよ。そっか、川が途切れて滝になってるんだ。水源はどこ？村の外が消えてるのにどうして流れてるのかな。川は2本とも四条地区にあるダムから来ているから。いや、まずいな。何事？四条がダムごと消えたら、もう一本の川も一気に枯れて村から水が消えるかもしれない。マジか。やっぱ毎日地面が消えていくのは確定？そう思う。村の周りが全部消えた日からスタートして2日連続で消えてるから。日付が変わる瞬間だったのも共通してるよね。一ノ瀬、二宮ってきたら3日目の今夜は三橋なんじゃねえの？どうだろう。消える地区の順番に法則性があるかまでは断言できない。どこか天馬山大噴火の資料を探せるところはない？学校もろとも二宮が消えちゃったからね、難しいかも。とりあえず三橋を調べた方がいいんじゃね。次消えそうなとこが分かってんだから、そこ調べねえと。消えた後じゃ二度と探せないだろ。いや、まずは水とか安全の確保を優先した方がいいと思う。闇雲に戻す方法を探しても無駄になる気がする。はあ、今ここでこの地面がなくなるかもしんねえんだぞ。数字の法則が間違っていたら七尾で孤立するかもしれない。はあ、家が一軒しかない場所で物資が尽きたら死んじゃうよ。なら死ぬ前にどうにかすればいいだろう。ちょ、二人とも喧嘩しないの。ねえ、ナギはどう思う？正幸くんの言うことも陽平くんの言うことも正しいと思う。だから日中は三橋地区を探して、日が暮れたら地区の外に出ればいいんじゃないかな。そうだな、今んとこそれが一番無難かも。陽平、いいよな？わかった、日が出ているうちに全力で探そう。誰かいますか？誰か！はあ、ここもいないか。この家すごくボロボロだけど、これも七尾神社みたいに古くなってるのかな。いや、これは普通に空き家。町から来た子からしたらこんなもんが放置されてんの信じらんねえかもだけどな。あ、そうなんだ、ごめんね。三橋地区は私たちがちっちゃい頃は結構人がいてさ、学校も3人だけじゃなかったし、村自体もっと活気があったんだ。そういや、このボロ屋はリコの初恋の兄ちゃん家だったよな。うっさい。高校出たらほとんどの人は村の外に行くからね。この家の人はそのお兄ちゃんが進学するのに合わせて県外に引っ越したよ。限界集落の極みって感じだろ。お別れって寂しい？そりゃあね、寂しいよ。でもみんなそれぞれ人生があるし、この村に生まれた時点でいつかは外に出て離れ離れになるって決まっちゃってるようなもんだからね。そっか、みんな別れるって覚悟しながら過ごしてきたんだ。うん、でもまあそういう日が来るってことが分かってるからこそ、今楽しいことだけしようって考えられるし、そういう前向きな人が多いよね、天馬村の住人は。そうそう、俺はそういうの結構性格に合ってるな。先のこと心配するより
目の前のことが楽しい方がいいじゃん。とか言って先のこと一番真面目に考えてるのは正幸だけどね。店継ぐか外で就職するかでめちゃくちゃ悩んでるじゃん。てめえ余計なこと言うなよ。正幸はね、天馬村が大好きなんだ。ちっちゃい頃から村の平和は俺が守るって。今もずっと変わんないけど。こら、なに。あーもうやめやめ、だべってないで探すぞ。そうだね、村の平和を取り戻さなくちゃ。陽平、今は何時だ。11時57分。数字の法則が正しければあと3分でこの教会から向こうの三橋地区が消える。この大きな木、しめ縄が巻いてある。ああ、これは御神木だよ。学校で習った話では、三橋と四条の間でこの木の周りだけは噴火の被害が少なかったらしい。あのさ、俺ちょっと確かめたいことがあるから三橋側に行くわ。お前らは四条側にいて。は？何言ってんの？ダメに決まってんじゃん。正幸君、確かめたいことって。砂嵐みたいな音だよ。ナギ言ってただろ、初日は鈴の音に混じってあれが聞こえたのに昨日は鈴しか聞こえなかったって。うん。でその違いを考えたら、消える場所にいると砂嵐が聞こえるんじゃねえかなって思ったんだ。消える場所？なるほど。一ノ瀬が消えた時は僕たちは正幸の家にいた。鈴と砂嵐の音が聞こえ始めてから地区の外に逃げたんだよね。そう。で一ノ瀬が消えた。でも二宮が消えた時は七尾の僕の家にいて鈴の音しか聞こえなかった。足元の地面も消えないし、何が起きたのかもわからなかった。砂嵐の法則が合ってればどこが安全か確実にわかるようになるだろ。だから確かめる。同じ鈴の音を聞いてても三橋側にいる俺には砂嵐が聞こえて、四条側にいる傭兵たちには聞こえないはず。却下、危険すぎ。大丈夫、音がし始めてから実際消えるまでにタイムラグがあるから。ここが教会、絶対こっち来んなよ。何考えてんの？ダメに決まってるでしょ。そんなこと試さなくていいから戻ってきて。まずい、59分だ。何、ご神木が。正幸、危ない。正幸君。ああ大丈夫、今助けるから。リコ戻れ。私が消えてゆくのをなすすべもなく見届けてしまった。正幸が死んだ。血まみれの顔に見開いた目が二つ、こちらを見ていた。
スタジオ声み。